あ、ここが噂によるどんな怪我も治してくれる伝説の施術師がいる。笑ってるじゃん。なんで笑っちゃった。そうだよ。あ、ワンちゃんも治す。伝説の施術師楽しんごだ。おかしい。おかしんご。おかしんご。なんかおかしいよね。おかしんごだこれ。はい、伸びてるね。おかしい。俺伸びてるか。おかしんごすぎるわ。次のマッサージはなんと抗がんマッサージ。はい。あ、素晴らしい。もう抗がん強調してもらって、あの抗がんって最初僕も卑猥なマッサージかと思って面白半分で言ったらすごいちゃんとしてたんで、はい、資格を取らせてもらいました。何がいいかというと腎臓機能の回復、腰痛の改善、はい。僕自身は視力回復 0.2 の乱視だったんですけど、3ヶ月受けたら 1.5 まで。抗がんマッサージ、そうです、うん、コンタクトを裏眼で今人間ドックで 0.2 でもうシンゴちゃんもうそろそろレシーブだねって言われてたんですけど 1.5 にミリミリ上がって、なんと今ずっと 1.5 です。もうすぐ 2.0 になるぐらい。え、だんだん上がってくるんですか。上がってくるんですよ。要は体って全部つながってて、抗がんから腎臓肝臓膵臓つながって、そこから目にもつながるんですね。要はここって、まあ、エッチなとこじゃなくて、はい、ちゃんとしたツボなんです。それとあとまあ竿ですね。も一緒にグッと引っ張ることによって、はい、根元から伸びていくので長径術って巨大化します。根元から大きくなるので 3,4 センチは伸びるかな。そんな伸びる。僕18センチなんそんな伸びるものなんですか。1回ではあれですけど、はい、あのやればやるほど伸びるっていう感じで、おちんぽマッサージとかすごい抗がん含めおちんぽマッサージ真剣にやっていこうと思ってまして。真剣です、はいはい、ちょっとあの受ける時も、はい、ここに集中して全集中で、この抗がんマッサージ習ってる人とかって日本人資格持ってるのが20人ぐらいしかいないんですよ。で僕数々のアスリートとかやってきまして、はい、みんな一回やると慣れちゃうので、はい、大丈夫です。じゃあの、僕が脱がすんですけど、はい、脱がす時にちょっとアニメのキャラクターっぽく、はい、何をしてないんだとか言ってくれますか。何をしてないんだとか恥ずかしいじゃないかみたいな、気持ちいいみたいな、はい、気持ちいい。さあ最終的に気持ちいい。でもまあその、はい、あれだよ、あの何ていうの、その抗がんマッサージ僕にとってはね素晴らしい、はい、あの趣味、趣味も入ってる、ね、そうです。で、はい、あの本当タイプの人にはあのちょっと 手だけじゃないサービスも。めちゃくちゃ受けてやるんですけど、もしタイプの人がいると たまに照明が落ちます。照明が落ちるんですか。ちょっと恐怖を感じるかもしれない。それがまたあの新しく生まれ変わる時もあって一皮むけるっていうのね。こっちもむけちゃってそんな感じで、はい、やっていきたいと思います。仰向けでどうぞ。仰向けで、はい、あ、怖い。まず睡眠ですか。ベルが目つぶって、はい、自分で寝て。自分で？あ、寝ちゃった。早い。まずは直進していきますね。それあ、あ、ちょっと大きいじゃないの。いけません。ズボン脱がせるときにアニメのキャラになって何をされたって。お膝回せる。お膝。お膝。どう。我慢して、我慢我慢我慢。腸腰筋がやっぱり弱いですね。弱いですね。ちょっとさっきの不思議心臓が緊張と伸びなかった。おかしいわあれ。伸びたけど秒で縮んだのなんかね。そんな感じ歩いたらいいです。お膝まっすぐ、お膝、お膝まっすぐ頑張って。何をするんだ。やめろ。我慢しろ。我慢しろ。貴様さて鬼だ。鬼だよ。刀。刀ない。刀はもうマジだよ。高濃度アミノ酸の原液です。いつもはね食べたり飲んだりしてる、ね。そう。じゃあ飲めるんですか。飲めないけど。マッサージ。まずズボンの上からですね。ここがですね、あの要はあの前立腺と睾丸の間ですね。ここが第一チャクラって言います。赤のチャクラなんですけど、こっから全部エネルギーが入ってきます。人間のオーラって7色あるんですけど、ここが赤、おへそがオレンジ。で、おへその上ですね、ここが丹田が黄色。ここは金運のツボですね。
で、ここが、緑、喉が青、で、ここが第三の目でゴールド、で、頭のてっぺんが紫になります。この色がインドの、要はその、まあ、500年以上続く、なんか、チャクラって言うんですけど、いや、オーラの色ですね。虹みたいな。はい。それがある人は売れるって言われてるんですよ。芸能界で。はい。で、僕それを、テレビ出る前に、全部これを、はい、インドで修行を受けて、昨日大ブレイクしました。オーラ出せるってことですか？オーラ出せるんですよ。僕入れられるんですよ。その資格持ってるんで。じゃあオーラ入れてください。あ、入れていいですか？あ、オーラをですよ。あ、オーラ。なんか落ちる。ひとやすん。じゃあまずこうしてですね。はい。ちょっと近くをほぐしていきますね。これもあれですか？あ、そうです。あの、全身をちょっとまさぐるんですね。まさぐる。そうすることによって、あの、血流が良くなるので。こういう風にですね。はい。あ、間から手。それもあれ普通の分析の、うん、これ僕の趣味です。これ普通の施術では、あります。あるんです。これはちょっとですね、あのうちでマッサージくる男の子ってもう何されてもいいと思ってるんで、はい、大丈夫です。ちょっとズボンだけ伸ばしますよ。はい。大丈夫です。大丈夫です。レルヤを今バストアップ。なんとここのマッサージの部屋、座敷話が出るんですよ。え、リアルに出るんですよ。僕前にここで YouTube 配信した時に、はい、後ろになんか影が映ったみたいな、はい、なんかすごい騒ぎになって、はい、で僕はちょっと ある芸能人の方に聞いていいとこないっつって連れてってもらった占いのお店が横浜の中華街にあるんですけど、はい、調べてもらったら、はい、慎吾ちゃんちって盛岡にある緑風荘って座敷話言われる旅館があるんですけど、はい、そこよりも1個位が高い最高級の座敷話がいるって言われます。2体クローゼットの中にいるんですけど、で、うち泊まった人みんな宝くじとか当たるんですよ。でも霊感とかないですよ。霊感なくても大丈夫。霊感なくても見れる。悪い霊じゃないから、はい、その人を幸せにする霊って言われてて、見たいですね。うん。それでは、寝かしまーす。あ、脱ぐんですか？脱いじゃいます。失礼します。いきます。めっちゃ恥ずかしい。大丈夫だよ。わかるよ、わかる。失礼します。こちらのですね、アミノ酸の泡を、はい、めっちゃマッサージしていきます。あ、ちょっと今すぐ中に塗るって、うん、いや本当に泡なんですよ。変な感じ。これで左のカーブ切ります。このアミノ酸の泡が全部染み込んでいくんですよ。10プッシュぐらいやったんですけど、アミノ酸って体の中でタンパク質に変わるんですって。いい泡なんですよ、これ。音なんかちょっと BGM 入れた方がいいかもね。ちょっと生々しい。くちゃくちゃ。くちゃくちゃ。全然痛いとかそんなのはないですね。要は、このアミノ酸の泡を染み込ませることが目的なんですよ。抗がんってすごく敏感なところなんです。だから、あんまりその粘膜みたいなところなんで、強くできないんですよ。タイのマッサージだと本当に足使ったり玉潰すぐらい怖いんだよ。くほら罰ゲームで昔、はい、キンマッサージ電気ハンマーやん。そうあんな感じやねん。あれ危ないんで僕はちょっと苦手で、だから僕のオリジナルで手でやってるんです。ここをね死ぬほど引っ張るんですよ本当は。体力怖いよ。ドリフト。もともとトラちゃんがすっごい綺麗なんで肌も本当にね、顔がいい人ってここもいいですね。綺麗です。鼻から息吸ってください。お腹を膨らませて、息止めて、オレンジ、黄色、緑、青、ゴールド、紫、ゴールド、青、緑、黄色、オレンジ、赤、吐いて。もう一回鼻から息吸って、お腹膨らませて。リンピョウ投射、カイチンコ。リンピョウ投射、カイチンコ。はい、吸って、吐いて。ラスト、鼻から息吸って、止めて、赤、オレンジ、黄色、緑。吐いて。自分も唱えたんでね。最後金庫。語尾はちゃんと。これ塗りたぐって終わりですね。すごい牛の乳搾りみたい。はい、これで一回。はい。シュールすぎるでしょマッサージ。動画編集とかで、ね、目疲れてると思うので、はい、視力をちょっとね上げたいと思います。視力は上がるの嬉しいです。そうです。これ本当にこれ眼科だと30分1万円もする機会なんですよ。はい、手で押さえて。はい、いきますよ。
これは中周波で目の筋肉を鍛えて、目の筋肉を鍛えることによって視力が上がるという構造です。あ、ピクピク、そうそう、来た来た、ほら見てほら、まぶたまぶたまぶた、まぶた、あ、ほんとだ。これがなんと、これ僕時間かかったんですけど半年間やって1.5 まで上がりました。これと高眼マッサージやるとマジで広がるんですよ。これいいでしょ、気持ちよくない？いいですね。顔の表面が引っ張られる感じ。そうもうちょっとなんか教えて、うん、どういう、どんな感じ、なんだろう、皮膚の、うん、何皮膚のってコメント雑感見てください、目がこんなピクピクしてます。すごいピクピク、わかる、うん、すごい。これがですね、中周波って言って、よく接骨院で低周波のマッサージとか機械つけるんですけど、こちら中周波ですね。高周波は、インディバとかそういう美容機器が多いんですけど、こちらは中周波ですね。目にとっても合うんですね。今日何回寝落ちしそうになってんだろうなっていうか、顔がもうおやすみなさい。はい、ということで今日はですね、しんごちゃんに整体と抗がんマッサージをしていただきました。タイだとジャップ火災って言うんですよ、持ち上げる金玉って意味なんですけど。受けてみろ奥義。まあ、抗がんマッサージやってもらって、僕の感想としては、久しぶりに純粋の塊みたいな子たちが来たから、僕もすごくね、幸せ。いつも悪に染まってるから、ちょっと真っ白になりましたね。だから本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。僕のチャンネルでも、また骨盤矯正撮ってますので、ぜひよかったら、概要欄見てください。で今日は、動画のご視聴ありがとうございます。今日は、先生、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。トラノスケチャンネル、TV。めっちゃ言ってくれる。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ソイギー。バイビー。